はい、今回ですけれども、ハッピーラプンツェルのスキルレベル3のね、ガチコイン稼ぎの、まあ、平均コインがね、まあ、どれぐらい取れるのかっていうところをね、まあ、動画化しております。で、11月のね、24日ですね、第2弾のピックアップガチャが開催されております。こちらにね、ラインナップされておりまして、積みリストとしては、ハッピーラプンツェル、チェルナボーグ、ミセスインクレディブル、クローハウザー、フリークリー、マックイーン、ドリトンオ、モアナ、パレードティンクとなっております。でこの中のね、一番強い積む、コイン稼ぎができる積むがハッピーラプンツェルになるんですけれども、まあ、果たしてスキルレベル3でどれぐらいいけるのかと、使いやすいのか、稼げるのかっていうところをね、ぜひ皆さんに見ていただきたいです。ハッピーラプンツェルのね、動画はね、スキルレベル1しか確か出してないので、スキルレベル3のね、動画は初めてになるんですけれども、まあ、皆さんにね、どれぐらいなのか、ご確認していただきたいです。ということで、まあ、ガチプレイでね、一発撮りで、撮っておりますので、まあ、その辺のね、まあ、リアルな、コイン稼ぎを、ぜひ見てください。はい、ということで、ハッピーラプンツェルのスキルレベル3のね、まあ、プレイ動画となります。で、こちらね、あらかじめ3プレイ、はい、プレイしてですね、どれぐらい稼げるのかっていうね、動画となっております。で、まあ、特にね、撮り直しとかしてなくて、まあ、一発撮りで、はい、3プレイした動画となっております。で、こちらね、スキルレベル3にしては結構ね、消去数が多いかなと感じます。だいたい25以上消してくれるので、まあまあ、割と優秀かなと思います。で、必要積む数はスキルレベル3ですと、何だったかな ?14 か。14で、つなげられる積む数が8になっております。はい。で、まあ、なかなか、8チェーンつなぐと、まあ、大体25以上消せるという感じで。で、今、たった今ね、残り30秒で、まあ、こんな感じで、なかなか厳しいですよね。なかなか厳しいです。ハッピーラプンツェルって、コイン稼ぎで強いですよって、まあ、結構言っている方いると思うんですけれども、まあ、自分のプレイヤーレベル、で言うと、まあ、そこまで使えないかなと。自分レベルのプレイヤーの人だと、そこまで使えないという感じとなっております。まあ、スキレベ3の場合ですとね。はい。でも決して弱いっていうわけではなくて、はい。壺にはまればね、本当にね、コインは稼げます。多分ね、4000枚は稼げると思うんですけれども、この動画での、まあ、平均の、獲得枚数どんぐらいですかね。多分3000枚は超えてるとは思うんですけども、一応そんな感じですね。で、自分3プレイやっているんですけれども、ラプンツェルのスキルを使った時の8チェーンをつなぐ方法なんですけれども、割と、コツが分かってきました。はい。3プレイやっている中で。これなんですけども、早くなぞるのが結構コツかなと思います。はい。早くなぞらないと、2列でジグザグにこう、つながってしまって、まあ、結果ね、消去数が少なくなってしまうっていうのがありますので、高速でバッて消すと、ラインが長く伸びて、まあ、消去数が増えて、まあ、30消去とかいくっていうのがあります。はい。ということで、まあ、1プレイ目はね、3600枚という感じとなっております。コイン倍率は、1.1 倍ですね。相変わらずのコイン倍率が悪いと。はい。ちゃんとスキルレベル3で5、4使っておりますという感じです。はい。で、2プレイ目。で、2プレイ目が自分の記憶上ですとね、なかなか、ヘボかったです。はい。ヘボかったのか、まあ、スキルがあまり回せなかったのかっていうところですね。まあ、ハッピーラプンツェルは、繰り越しが結構しやすいので、繰り越しをできる方であれば、まあ、だいぶ稼げる、積むではあるんじゃないかなと思います。スキルレベル3でも、結構ね、繰り越しって大事で、繰り越しすることでスキルレ、
スキル連打ができたりとかできますので、はい。まあ、その辺で、繰り越しはね、とても重要になってきます。前半はね、割といいペースだったような気がするんですけど、前半はね、そこまで悪くなかったんですよね。はいはいはい。で、自分ね、ハッピーラプンツェルなんですけど、まあ、曲付きで持っているんですけど、今回は確か曲付きではないですよね。はい。で、このさ、曲付きがさ、ね、あの曲にしか、あの曲にちょっと聞こえてしまうんですけど、自分だけですかね。スキル発動する前のフィーバーじゃ、スキル発動っていうかフィーバーしてない時のあのメロディーが、題名がわからないんですけど、蜂の曲あるじゃないですか。ブンブンブン、蜂が飛ぶ。ね、あれあるじゃないですか。あのメロディーに聞こえてならないんですけど、自分だけですか。あのメロディーに聞こえちゃうんすけど。ごめんなさい。ごめんなさい。聞こえちゃうんすよ。超えちゃうんす。これね、本当はね、スキルもう一回使ってね、フィーバーいけたら、まあ、3000枚超えたんですけど、まあ、ちょっと残念な結果というところですね。そう、曲がね、自分ね、蜂が飛ぶに聞こえちゃうんすよね。蜂が飛ぶっていう曲名だったっけ？ちょっと忘れちゃうんすけど。まあ、ちょっとね、ラプンツェル自体が、塔の上のラプンツェルとか、その題名すらも忘れちゃってるんですけど、まあ、そのね、アニメ自分見たことないので、まあまあわからないんですけど、曲についてはそんな感じがします。でね、これね、大積む残すと結構いいかなと思います。そういえば言うの忘れてたんですけど、つなげるときに、デカ積むは、大積むは消さないで取っといておいて、スキル発動の時にチェーンを絡ませて消すと、まあ、割といいかなと思います。消去数も割と伸びて、自分はね、一応そういうのも意識してみました。こっちの方がね、多分いけるんじゃないかなと思うんですけど。今回これ結構ね、大積み降ってくれたんですよね。ほら、また降ってきた。こういうのもね、そう、大積みを含めてチェーンするとなかなかと。こういうところもね、大積みは残しておいてチェーンに使ってしまうと。そうすると34勝機とかもね、たまに組んで、3プレイ目何コインぐらいいったかな。3プレイ目とね、1プレイ目はね、まあ割といい感じに自分の中ではスキルが使えてたんじゃないかなと。で、コイン獲得枚数もね、そんな差がないかなと思うんですけど、さあ、ここもね、大積み残してバー消して消去30色以上を狙っていく。で、まああと一つのコツっていうと、まあ、フィーバー終わりに、スキル発動してすぐフィーバーに入れていくとか、まあ、そういうところもね、まあ、細かくやっていくとコインとかもね、伸びてくるんじゃないかなと思います。という感じで、まあ、3プレイ目は3500枚なので、多分平均で言うと3300枚、3200枚ぐらいいってるんかな。はい、という感じで、ハッピーラプンツェルのスキルレベル3のね、平均はこんな感じとなっております。皆さんもね、ぜひね、使ってみてください。ということで、ぜひね、チャンネル登録、高評価、コメントの方お待ちしております。ご視聴ありがとうございました。次のね、動画でお会いしましょう。